オフのね、2日間に密着していきたいと。で、ジョーラ男の腕立て伏せって何なんと。出てくんなって。くんなくんな。ボキャブラリーないんか、もうちょっと。もういいこういうのいい。しんどい。しんどい。はい。はい、皆さん。ご無沙汰しております。レッツゴー、なぎらでございます。はい、今日はですね、なんと待望の秋をいじり動画ということでね、やっていきましょう。まあ、自分で待望っていうのもね、どうかとは思うんですけれども、やっぱりですね、こう社長をいじるというのはですね、なかなか普通の会社では真似できないことだと思っておりますので、まあ、全国のですね、下っ端サラリーマンどもの希望の星となれるように、今日も遠慮することなく、思いっきりいじっていこうと思いますんで、皆さん、よろしくお願いします。やるからには本気ですよ、やっぱり。遠慮は無用ですよ、こういうのは全力でやっていかないと。ね、やっぱり。皆さんにね、元気と勇気を与えていきたい。その思いでね、僕はこうして、給料が削られるかもしれない、クビになるかもしれないという思いを、強い覚悟を持ってこの動画を撮影しておりますので、今日もよろしくお願いします。さあ、では行きましょう。秋をいじり、参ります。バン!はい、ということで、始まりました。弊社代表、秋をブログの休日ルーティンでございます。なんとですね、今回は休日ということで完全にオフのね、2日間に密着していきたいと思います。箱根湯本に彼女とデートに行っているらしいです。さあ、バスを進めた先に待っておりますが、雪景色。やばい、硫黄の匂いが。やばい、硫黄の匂いがするという謎の現状報告を受けまして、動画では匂いが一切伝ってきません。さあ、これ見逃しのイージーブースト。彼がね、ミニマリストで、おちょっと待ってよ理解が追いつきませんね、動画に。靴を見せたと思ったら急に上裸の男性が腕立て伏せをしているという何とも解釈が難しい動画になってきたんですけどね、これはどういうつもりなの本当に湯船と上裸男の腕立て伏せって何なんとまあね、やっぱり動画撮る時はよく見せたいんでね、やっぱりパンプアップは必要ということでね、やっても完全に彼のエゴということでね、本当に迷惑にならない範囲でやってほしいというところでございました。さあ次に行きましょう。はい、何でしょうかね、次は何を気取っとるんやと言いながらですね、本当に今どこにいるんですか。こちらですね。はいはいはい、いいっていいって、もう近づいてくんなって、くんなくんな。ホットなテーマパークとか言ってなんかね、うまいこと言ったと思ってますけどね。神奈川と東京言い間違えて、ユネッサ。行けてるか。行けてるとかで、ね、最高とか言い出した時は何かをね、ごまかそうとしてる、勢いでごまかそうとしてる。おお、彼女の貴重な滑りじゃ。なんともこうつけがたいですね。もうちょっとダイナミックにいかない。このぐらい低いとすげえダイナミック。聞こえましたか今の。彼女さんの声を、てっきり秋押しでオチが来るのかと思ったら、あっつって。すいません、こういうのでね、笑うのは良くないのは分かってるんですけどね、なんとも彼女さんのセクシーなボイスという、あっっていうのがね、どうも私に刺さってしまいましたので、すいません、次に行きたいと思いますけどね。どうだった?どうだった?早い。横揺れがする。横揺れ。ボケ品か、こいつは。早い、早いしか言えんのか、ほんまに。ボキャブラリーないんか、もうちょっと。現状報告しかできんのか、ほんまに。本当に、ああ、なんだ、急に。これはなんかカメラの後ろでエッチなことしてるんじゃないですか、本当に。もういいって。こういうのいいって、本当に。何を見せられとるんかと、これは。本当に。完全なる賢者タイム。これを超える賢者タイムは私は見たことがないですね、本当に。この画面のね、下半分で何が行われているのかというのがすごい気になりますけどね、これは。ああ、もう完全に行っちゃってますね、これはもう。行っちゃってるって、これは。まあ、さすがにズボンとか履いてるんでしょうけど。はい、これはね、空を映して、アフタートークでもしているんでしょうかね。この後の展開が非常に気になるんですが、さあ、迫っていきましょう。しんどい、しんどい、しんどい。しんどいって。ここまでいきますか。2回戦終了ということですね、社長、これは。完璧に果てておりますけども。すごいですね、2連続ですね。そんな時間経ってないと思うんですけどね。
見事に跳ねております。これが真の賢者タイムと、復活が早い、これも筋トレもたまものなのか。気持ちいいという素直な感想をいただきましてですね、彼の2回戦が終了して、さあ次はどこに行くのかということでですね、これ宿からの景色でしょう、箱根の冬景色非常に美しいということで、次はブルーなボインのボインボインジャケットを着て、あ、アイドル気取ってますね、そんな画角で動画を撮るなと、もうバスを要点してしまえと思いますけれども、さあ本当に次はどこに行くのか、新潟箱根ちょっとよく分かんないですけど、さあ次は焼き豚丼を食べまして、どこに行くのか、東京です、急に都会進出ということですね。いい絶対彼女のケツ触ってるだろいいあの、ね、カメラのこっち側見せないのやらしいですよね。絶対ケツ触ってますからね、あんな本当に。さあケツが触るのが得意技、秋葉ブログの日曜日始まりました。 EC ブーストをこれ見逃しに行きまして、おしゃれなカフェにイン、食べるのはモーニング、ウインナーをドッグをパクリとかじり字を書き殴ると。さあこれはね、彼実は真面目に書いてるね、こんなただ落書きしてるだけですからね、本当にね、ストイックアピールということでね、から自分自身をブランディングしておりますけれども、実は何にも中身はないです。はい、急にイケメンが映りました。どこのカテゴリー、26歳、僕より1個上の方ですね、はい、DNA の部長やってる。マジかよ、1個上で DNA の部長、バケモンや、声の本当にすごい人多いですからね、マジで。おー、さあ今度はどこに行くのかと、さあ都会にイージーブーストを見せつけて、我々は大阪府民をマウンティング取ろうとしているのでしょうか。さあどこに向かうのか、次は仙石山森タワーに入りまして、 YouTube の事務所、これ見逃しにエニーマインドと書いてありますね。何なんだ、事務所かどうしたということですね。はい、こうしてね、我々はきちんと YouTube してるんだぞというのはね、この底辺 YouTuber に向かってマウンティングでしょう、これは。はい、来ました、エビスジャップの森山さんですね。ごめんね、ちょっと前話しちゃって、そんなかっこよくなる？そんなかっこよくなる？僕もね、ちょっと動画見たんですよ。あれですよね。ゴルビーってやつですよね。ゴルビーっていうのはさておき、なんかこうやってファミリーとかやるね、あのね、チャンネルもすごい面白かったんで、皆さんぜひ見てくださいというところで、次はどこに行くのか。もぐもぐタイムを挟みまして、今度は新幹線に乗って大阪に帰るみたいです。ようこそ帰ってらっしゃいました。大阪に早速ラーメンを食べまして、次に移るのは自宅。はい。彼が座ってるのは椅子ではなくて楽器です。うん。楽器に失礼なね、そんなところに座るなと言いたいんですけど、こうね。はい、来ました。最高シリーズ。秋代のスーパートークタイムでございますね。皆さん耳を傾けて聞いてほしいと思うんですけど、この時喋ってるセリフがですね、東京がチャンスが多いということで、新入社員の私がですね、東京行くのみたいな、これ絶対東京行く気だろうみたいな感じですね。まだ半年しか経ってないんですよ。僕、東京用じゃない、大阪に来てですよ。これ1年も経たずにね、東京に行くんじゃないか、しかもチャレンジの年ということで、ビンビンにフラグをね、立てられて、成長していく様をですね、あ、東京に行くのか、これは。チャンネル登録、お願いします。動画よかったら、いいね、お願いします。じゃあ、また。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。まあね、僕もね、彼に負けじと、成長、体験、経験、よくわかるんですけどね、しっかり頑張っていく感じで発信していくのでね、レッツゴーなぎら、秋尾ブログ並びに株式会社ゴルビオですね、今後ともよろしくお願いします。新入社員前野くんもね、入って盛り上がっていきましたのでね、皆さんでいい人生をね、過ごしていくために、こうして面白い発信していきたいと思い、面白い発信をね、していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは、バイバイ。